ケイさんに聞きたいこととしては、僕もホイッスルボイス出してみたい。ホイッスルボイス出してみたい。あのホイッスルボイスはめちゃくちゃ難しい。めちゃくちゃ難しいんですか。めちゃくちゃ難しいんですけど、難しいんですか。ただメソッドを教えることはできます。滝沢さん結構喉が柔らかいので、滝沢さんがどういうことをしたらホイッスルが、まあ、出せるようになるかっていうのをちょっと今日やってみましょう。はい、やってみましょう。まず、滝沢さん、ヘッドボイスっていう強い裏声、強い裏声、はい、出ますでしょうか。あのカラスの真似とかでカーって言うんですけど、はい、カーカー、あ、バッチリですね。そうです。で、この時にはもう息をほとんど出さないように、カーカー、息をほとんど出さないように。そうです。なんか結構鼻も閉まってる感じがすると思う。あー、カーカーカー、そうです。あー、鼻が詰まってる感じ。そうです。めっちゃうまいですね。カー、そうです。で、ホイッスルボイスってこれぐらいある程度声帯が閉まってて息が出てない状態がベースなんですよ。ここからじゃあ今ヘッドボイスができてるので、この強くまとまった感じを音量下げてみます。なので一回やってみると、普通のヘッドボイスがカーなんですけど、カー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 、そうです。息が漏れないように、これちょっと難しいですね。息がどうしても小さくすると漏れちゃうと思うんですけど、もうなんか本当に口開けてで鼻の奥一点で言ってる感じの、そんな感じです、そんな感じです。息漏れとは、裏声って音量を下げると喉がやっぱり緩んで開いちゃう。悪い例でいくと、あー、こういう風になっちゃうんですよ。あー、そう、音量を下げるとみんなこうなっちゃうんですよ。そうそうそうです。なっちゃうんですけど、こうならないように、これが難しいですね。音量が下がっても、そう、息は出しちゃダメなので、なると喉が閉まってる感覚とプラス、そうです、鼻の奥とか軟口蓋っていうんですかね、口の屋根ですね。口の屋根が、それです、それ、それです、うん、そのちっちゃい音量のまま裏声をどんどん上げていくんですよ。嘘そう、一気に息がバッて出ちゃって喉が閉まっちゃうポイントがあったと思うんですけど、ここをまず突破できると同じ感覚でこの「あー」の感覚のまま、そうで、ここをそう難しいのが突破するには、最初にやったヘッドボイスの筋肉が必要なんですね、はい、うん、なのでそれなりに強い、裏声、声帯閉鎖をしたまま結構高いところまで音を引き上げる筋肉が必要なんです。それがある上で今みたいに小さなトーンで裏声をまとめていくと、ある日突然あの地声から裏声に切り替えるみたいに、裏声からホイッスルに変わります。これなので、そう、みんな反復練習が必要で、どうしてもこのヘッドボイスまではできたとか、今みたいに小さな裏声ここまでは出るんだけど、こっから上としてももうめっちゃ喉が閉まって、小さく出そうとしたら 息だらけになっちゃう。で、そうなったら一回ヘッドボイスに戻って、ヘッドボイスを高いところまで幅広く出せるようにしといて、で、だんだん喉が慣れてくると思うので、慣れてきたら小さな音でも同じ感覚でできるようになってくるので、で、それがつながると、で、裏声から切り替えてみると、ああ。はい、やってみたいな、いいな、うん、そう、なので滝沢さんがやることは、まずヘッドボイス、はい、うん、ヘッドボイス、今ナーの音とかシーの音は綺麗に力まずに出てるのと、小さな裏声もできてるので、大体この辺になってくると、あ、ここですね、のど締めが起きてくる場所で、ここをじゃあ一回ヘッドボイスに戻して、カーで思いっきりカーカーカー、楽に出るようになるので。
ってその声帯閉鎖筋だったり裏声の筋肉がすごく強くなるので、それができた上で小さな裏声、さっきのまとめる裏声に持っていくと、これずっとやってると今度ある時来るんですか、その日が。来ます。私のあの生徒さんでも男性でホイッスル出る人何人かいます。繰り返し、最初も本当に武田さんみたいに裏声もちゃんとろくに出なかった人とかが出るようになります。なんでそうメソッドはね、こういう風に教えることができるんですけど、うん、やっぱり段階があるので、あとはもうひたすら繰り返すと。そうです、ひたすら繰り返す感じです。こんなん出したい。頑張ります。はい、でもホイッスルは本当にもう上級中の上級のテクニックなので、はい、ちょっと頑張ろう。喉がめっちゃいいんで絶対出せるように。頑張ります。褒められた。ちょっとじゃあ最後にちょっと一つ軽くすると、はい、はい、その軽く僕が歌ってケイさんにアドバイスをもらうじゃないですけども、はい、わかりました。恥ずかしいな、でもこれ、はい、なんか自分で言っといて恥ずかしいな、マジで。なんかドキドキしちゃう。ボイストレーナーの方の前で歌うなんて。そうか、これか。いつもレッスンで生徒さんが来た時になんかその湯川先生の前でギター弾くのも超緊張するって言ってた。いや別に緊張しなくていいわ。とか言ってたけど、するわ、ごめんみんな、するわ、全然する。マジかってなるわ。今僕はその気持ちを今味わってるところだよ。でも緊張しなくていいですよ。はい、緊張しないです。はい、じゃあちょっとやってみます。はい、ちょっとライブとかで絶対やってるそのビッグラブっていう曲があるんですけども、ちょっとやってみたく存じます。はい、レッツビッグラブワンコーラスやってみましょう。めっちゃ緊張するわ。めっちゃ緊張する。全然シャクシャク、余裕シャクシャクです。いや全然緊張するわ。ごめんね、もう生徒さん本当すいません。なんかじゃあ弾いてみてみたいな感じでこう、めっちゃ緊張するわ、家ではもうちょっとできるんですけどねとかって言ってくださってる気持ちが今僕すごい今それです。今視聴者さんがすごい新たな滝沢さんみたいな声震えるわ。今聞いたことですけど、滝沢さん歌ってる時自然にミックスというか使ってますね。ミックスボイ ス、ボイス的な、はい、結構出してる時に喉は地声の感じだと思うんですけど、はい、息が混ざってそんなに声前に出てない感じですよね。ミクラーラーハーって空気感混ぜつつみたいな、混ぜつつな感じでずっと撮ってますよね。はい、ボイストレーナーの見解、私から見たもう少しじゃその歌の感じを良くするのであれば、なんか結構もう少しコントラストをつけた方がいいのかなと思ったりして、はいはいはい、地声の息の入ったミックスでずっと一番を歌い続けてる感じなので、うん、途中に少し強い最初にやった声帯閉鎖とか、はい、が入るといいかなと思うんですけ ど、 なるほど、メリハリをつけて、メリハリ、そうです。ビークラーのところとかも口の開け方から少し縦にすると声帯閉鎖しやすくなので、ここでしたね。ビークラーちょっとオペラっぽい声を狙うと、ラーラビークラー、それ結構、ま、そう、あ、そう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 です。そうすると
ども、やりすぎたその好みがね、ちょっと分かれると思うんですけど、その時って結構マックス声帯閉鎖してて、声の太さが出るんですよ。なので、声のピークだったりとか、歌のピークをもっと聞かせれると思うので、ピークなー、まあ、軽さもいいんですけど、ピークなー、そうです、そうです、そうです。ピークを聞かせる。ピークなー、ピークなー。同じ場所で響きをめっちゃ綺麗に保ててるので、ミックスもずっとできてるので、器用、すごい器用だと思うので、じゃあそのメリハリをつけて、メリハリをつけて声を前に出す感じだったり、ちょっと口元を縦にすると強い声だったりとか、低音が聞きやすくなるので、圧が出しやすくなります。すげえ。ちょっとメリハリつけていきます。そうか、そういうことがあるんですね。なんかちゃんとプロの人に聞いてみるべきですね。じゃあそんな感じでございましょうか。すみません、なんか今日なんか長々とすみません、ありがとうございます。ほんまにいやいや、もう楽しかったです。今日もコラボのゲストでもケイリル先生にやっていただきました。ありがとうございます。いやいや、光栄でした。ありがとうございます。まあ、動画の中でね、たくさん練習方法とかも紹介していただいたので、画面の向こうの皆さんもね、一生懸命こう発音練習したりとかして、ボーカルトレーニングをしてみてもすごく面白いかと思います。チャンネル登録とか、あとツイッターとかもやってらっしゃいますので、もしよければ概要欄チェックしていただいて、ツイッター、チャンネル登録をしてみてくださいませ。ではそんな感じで、今日はすごい長い動画になってしまいましたけども、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。それではケイリーさんの動画もぜひチェックしてみてくださいませ。それでは違うところでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。